ベロス巡査、起きてください。ベロス巡査。あれ、私。だが王はそれをしなかった。なぜか僕はそれを突き止めたり。突き止めてどうする。それを正す。今でも鮮明に思い出せるよ、あの瞬間のことは。俺も調べたよ、蘇生法。生き返らしてそのまま何事もなく返してやるのがいい。お前は人間の不意味から血を吸いたくて蘇生を望んでるってな。お前を殺すのなんざ超簡単だ。ってことはよ、お前を殺せば不意味は生き返らない。かといって生かしてもお前の目的は不意味の血を吸って殺すことだ。もう一度聞くぞ、なんで不意味を生き返らせたい。たく、なんでこうヒラヒラしたのしかないかね。はあ、ん、冬眠ってさ、ぶっちゃけスタズのことどう思ってんの。んなこと言ったってわかんねえもんはわかんねえんだ。しょうがねえだろ。でも血は吸いてんだろ。最初はそうだと思ったけどな。じゃあ気になってはいるんだ。嘘でも血は吸わないって言っておけばよかったが。いや、ちょっとヘッツ、音声が途絶えたわよ。どこだここ。俺の部屋だ。嘘だ。狭うるせえ。俺は空間部屋ならいくらでも作れるけど、この4畳半が死ぬほど落ち着くんだ。俺はな、条件付きならお前と冬美ちゃんを逃がしてやってもいいと思ってる。ほほう、してその条件とは。これを飲め。出てから飲み込み、それを破ると呪われる。まだろっこしい単語だな。じゃあ誓いって書いとけよ。ちなみに呪いの内容は明かせないが、かかれば 100% し、冬美ちゃんを連れ出すとき、ちゃんと連れ出していいかと聞き、本人がイエスのときだけ連れ出すこと。2つ、スタズは冬美ちゃんの血を吸いたいとき、ちゃんと吸ってもいいかと本人に聞き。当たり前のことも誓えねえのか、おじさんがっかりだ。待て、誓う、誓います。よく言った。ほら食え。でもこれぐらいも気をつけて。誓いを破ればあなたは死ぬわ。それはもう悲惨な最後を遂げるでしょう。わかりました。あとは俺の問題か。